松坂慶子さん、行かれてしまいましたね。本家と分家という伝統にこだわっていましたが、最後にはこだわりを捨てて新しい時代へ託す決断をした松坂慶子さん。素晴らしい決断をさせたのは、万太郎の生き方や綾の生き方だったのでしょうね。伝統は悪いものだけではないし、守ってゆく大切さもわかりますが、それによって前に進めなくては本末転倒であります。今後、万太郎や綾がどのように生きてゆくのか、そこに答えはあると思います。桜の木の病気、治すことはできなかったけど、命をつないでゆくこと。松坂慶子さんの病気も、治すことはできなかったけど、万太郎夫婦、竹雄夫婦、桜の木の下でのお花見。滝さんからつないだものが、現実のものになるといいですね。あの、小さな木が花を咲かすのは、何十年後も後のことでしょう。最終回に回収されそうですね。来週からは新章へ突入ですね。万太郎夫婦の活躍が楽しみですね。竹雄の出番が少なくなるのは寂しいですけど。